毎週木曜日のこの時間は三好剛平のキャッチアップ、クリエイティブプロデューサーの三好剛平さんです。三好さん、おはようございます。おはようございます。今日はどんなものを紹介しておりますか？はい、本日はね、世界最高峰のものを持ってきましたよ。世界最高峰いきなり大冗談に構える感じですけど、これね、言葉に偽りなしなんです。今日はですね、キノシネマ天神で、来週5月24日だから来週ですね、の金曜日から、劇場公開になるんですけど、ナショナルシアターライブワーニャという作品をご紹介します。でこれ、世界最高峰の傑作舞台が、各国の映画館で鑑賞できるナショナルシアターライブっていう企画でございまして、はい、で、まあ、これでまたですね、まあ、見逃し厳禁の素晴らしい作品になっているので、ちょっとこの魅力をご紹介していきたいということです。はい、でまず、このナショナルシアターライブっていうものですね、これはナショナルシアターライブ の、まあ、頭文字を取って NT ライブっていうふうに略称で親しまれたりもするんですけど、はい、これ舞台の本場イギリスはロンドンのロイヤルナショナルシアターっていう有名な箱がありますけれども、ここで上演されている舞台作品の中から厳選された世界で見られるべき傑作舞台を、こだわりの撮影技術で収録し、臨場感あふれる映像で世界各国のスクリーンへ届ける画期的なプロジェクトということで展開されているものですね。でこの NT ライブなんですけど、2009年にもともと始まったものでございまして、最初はですね、ヘレン・ミレンって有名な女優さんいますけど、彼女が主演した舞台フェードルという作品を、まあ、イギリスの70館の劇場で、まあ、映画館でライブ中継上映したところからスタートしたということですね。でその後国内で、まあ、上映館拡大していって、もう今ではもう数百館でやってるんですけれども、その企画が日本では、2014年から、上陸しておりまして、この2014年に上陸した時はもう有名な映画監督として活躍しているダニー・ボイル監督、スラムドッグミリオネアとかね、はいはいはい、あれ撮った監督ですけど、この監督が演出を務めて、有名なベネディクト・カンバーバッチが主演を務めたフランケンシュタインという演目で、まあ、日本に初上陸もしたよということ。でイギリス現地ではですね、実際の舞台を、まあ、本当にリアルタイムでライブ中継するスタイルと、うん、アンコールと呼ばれる、まあ、その収録映像による、まあ、再上映のスタイルの2形態で展開されているということなんですけど、まあ、この収録上映があるおかげで、イギリスと時差があったりとか、あるいは字幕が必要だったりする、はい、まあ、日本も含めた世界各国で、まあ、これらの舞台が見られるようになっているということですね。今ではね、日本を含む40カ国以上の地域で展開されているという企画なんですね。はい、で福岡ではですね、これまで中洲太陽でやってたんですけど、はい、その閉館を受けて、この度キノシネマに拠点を移して、まあ、展開が続いたということですね。でここで上演される、まあ、演目なんですけど、はい、まあ本当にですね、舞台に限らず、もうあらゆる文化を楽しむ中で一度は絶対押さえておきたいような、もう言ったら必須科目みたいな定番演目ってやっぱあるんですよね。でそれらを、まあ、新しい演出で見れたりとか、はい、あるいはもう時代の先端を行く、もう新作戯曲なんかも楽しめるというようなラインナップになってるんですね。で、さらには、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけど、演劇界を遠く感じている方に もう楽しめるようなですね、例えば映画界でトップスターとか名監督として活躍している方たちの名前も見つけることができるということですね。今年はまあ2024年ということで、日本でそのナショナルシアターライブが展開するのは4演目で、順次公開されていくんですけれども、はい、例えば今日ご紹介するこのワーニャっていう作品が、くしくもなんですけど、この番組でつい最近偉人たち、そしてリプリーでご紹介した3度目の登場になりますけど、アンドリュー・スコット、アンドリュー・スコットまた登場、また登場で、この作品でワーニャでこの主演してるのがこのアンドリュー・スコットだったりとか、あるいはですね、このナショナルシアターライブで7月から上演されるザ・モチーブ&ザ・キューという作品があるんですけど、はい、これはですね、映画007スカイフォールとか、アメリカン・ビューティーとか、監督したサム・メンデスの演出なんですよ。すごい、これすごいでしょ、うん、だからやっぱね、これね、映画ファンも絶対に見逃せないやっぱ企画になってるわけですね。で僕自身も本当長らくですね、それこそ中洲太陽時代からずっとこの NT ライブ気になってて、見たかったんですけど、なかなか見逃し続けていたんですけど、まあ、今回初めて見たんですけど、いやこれね、面白いです本当に。やっぱね、その客席、劇場での上演を本当にそのまま撮影してるっていうこともあって、客席で起こる笑い声とかざわつきとか、舞台上で一気にこうやっぱ緊張感が高まって、その息を飲んで見るみたいな感覚を本当にお客さんと一緒に見てるような感覚で見れる、その臨場感も含めてパッケージになっているということのやっぱり
り魅力が素晴らしいというところ、没入感もちゃんと体験あるんですね。さらに言えばやっぱりその最適な呼吸でですね、演者に寄ったり引いたりしてくれる、その舞台の細かい演出まで見れる。そうそうね。そうなんですよ、舞台やっぱりこう距離はね、そうなんですよ。だから客席見てると実は結構見落としてしまうものっていうのもあると思うんですけど、そのあたりはやっぱりもう演出完璧に分かっているチームがきちんとカメラワークで追ってもくれるので、俳優さんのこう汗とかまで見えたりするんですね。そうそうそう、とかね、あ、こんな手の動かし方してたんだとかということで、やっぱりそれが物語につながってたりもするので、みたいな感じっていうこともあって、この世界最高峰の傑作舞台のその S 席級の感激体験を英国へのフライトなしで身近な映画館でお楽しみいただけるなるほど、まあ、この大文句もなるほど納得だなっていうのが安いもんだ、ね、安いですよ、考えたらそうなんですよっていうような、まあ、このナショナルシアターライブというような、はい、まあ、企画になっているということで、今回その上映されるのがその中の、ワーニャおじさんというですね、まあ、そのあの有名な曲を、まあ、あの最新にアップデートしたこのワーニャという作品になるんですね。でこれがまあ5月24日から上映されますと、はい、でこれあのワーニャおじさん、このワーニャっていうですね、この演目についてちょっとご説明する必要があるなということで、ここから説明します、はい、これあのロシアを代表する劇作家で、もう本当にもうでもう歴史的なもう超重要人物ですね、アントン・チェーホフっていう方がいるんですけど、はい、このチェーホフが残したワーニャおじさんってもう本当に古典作品ですね。でこのワーニャおじさんとカモメ、三人姉妹、桜の園っていう、この4作品をですね、チェーホフの四大戯曲というふうに呼んでいて、もうこれまで演劇界でもう本当に数えきれぬほど上映されてきたクラシック中のクラシックですね、はい、もうあの演劇部に入ったら必ずは絶対通らなきゃいけないというようなものです、はい、そうで、このワーニャおじさんの中で、まあ、展開されるテーマとかあるいは構造というのは、あの舞台とかに限らずですね、文学とか映画にももうたびたび引用される、もう本当に定番劇みたいなものでもございまして、うん、あのそれこそですね、先週紹介したあの浜口竜介監督の2021年の映画ドライブマイカーって、ええ、あの映画の中で劇中劇として非常に重要な通底音としてあったのもこのワーニャおじさんなんですね、はい、ええ、そうっていうこともあって、もうこれも人類の文化の必修科目なんですよ、これ言ったらチェーホフの演劇室なのそうで、そうなったらやっぱ見なきゃいけないわけですけど、ええ、どうせならね、やっぱり、ね、その退屈な舞台でその初体験をあの、ええ、するんではなくて、なんかこの言う通りやっぱ世界最高峰の作品を通して、うん、楽しんでいただきたいじゃないですか、うん、っていうことでも含めて今回のワーニャは見逃せませんよということ、うん、でワニおじさん、ちょっとあらすじを、ね、ご紹介しておきたいと思います、はい、まあ、本当に簡単な予約にはなるんですけど、まず、主人公の男がおりますと、うん、でこの男、今は亡き妹の夫、つまりまあその義理の弟ですね、主人公の弟からすると、うん、その義理の弟の、まあ、すごいまあ優れた男だっていう風に、まあ、一方的に惚れ込んでですね、うん、はい、自分は贅沢を慎みながら、なんと25年間にもわたって、うん、その義理の弟に向けて仕送りだったりとか、うん、その生活支援とかをずっと続けていくわけですね、うん、で、なんですけれども、その義理の弟がある日ですね、うん、まあ、それまでのその主人公の男からの献身的な支援をもう全てないがしろにするような、まあ、あるもう本当にもうひどい提案をするわけですね、うん、でそれによって主人公の男はもうついにもう自分自身がこの数十年間ずっとやってきたことがとにかく無駄だったと、うん、徒労だったんだっていうことをついに知ってしまい、うん、弟に向けてピストルを発砲するんですね。なんだけどこのピストルも外れてしまって、もういよいよその自分の無能さにもう絶望するわけですね。何もうまくいかねえと。でその後もうその医者の棚からですね、薬を盗み出して自殺を試みようとする主人公のもとに、まあ、その顛末をずっと見つめてきたその姪の女の子が、寄り添って、どんなに辛い人生だとしてもおじさんとその試練にじっと耐えて生きていきましょうよというふうに諭すわけですね。でこうやって2人は、まあ、この苦難に満ちた人生をその後も生き抜いていくことをまあ引き受けるというような、そんな物語なんです、うん、で、まあ、この他人の人生に自らの生きる意味全てを預けてしまって、最終的に何者にもなり損ねて絶望する主人公だったりとか、同じく試練に満ちた絶望の人生を歩みながらなお生き抜くことを諭すメイだったりとか、でこのもうメイのですね、クライマックスにおけるその長ゼリフが、まあ、本作のもう言ったらもう定番の大一番なわけですね。なんですけど、まあ、この二人を中心にこの戯曲は様々な人生訓をもう僕たちにも与えてくれる、もう本当に紛れもない傑作なわけですね。でこの有名な演目を、まあ、ナショナルシアターライブはどのように、まあ、あの演出でアップデートするかということが、まあ、注目になるわけです。で今回のこのワーニャっていう作品では、なんと舞台上に登場するのはアンドリュースコートただ一人なんです。そう。これね、本作では主人公のワーニャおじさん、はい、まあ、劇中ではイワンという名前で呼ばれるんですけど、このワーニャおじさんと義理の弟、2番目の妻と姪、そしてワーニャのお母さんに恋敵の医者とか乳母とかそういうのも
含めて9人の登場人物がいるんですけど、これを全部一人で演じてるんですよ。とんでもないんです。で、もうね、このまずまあスゴ技パフォーマンスをもうただもう劇場で見届けるっていうだけでも、もちろん十分な見ものでもあるんですが、やっぱりね、これ簡単させられるのがね、その演じ分けから積み上がっていくその人物たちのドラマっていうものに、もうみるみるエモーション乗っけられていくんですよ。でもね、本当にね、これあれ途中からね、これ一人の演技だったんだっけっていうのを忘れるぐらい本当に見せられます。そうで、さらにはやっぱりこの演目を一人で演じ切るっていうことで、やっぱりちょっと違う意味も生まれてるなって僕は個人的に感じるところがあって、はい、それはやっぱりその主人公のヒユン、このね、もう悲しい運命の独りよがりぶりね、あるでしょね、一人で勝手に言ったら思い込ん でそれにも移入したっていう、その独りよがりぶりとか絶望的な視野の狭さみたいなものが僕にはちょっと浮き立つようにも見えたし、その果てに天使のように降り立つそのメイの他人性というか、そうやってやってくるその存在のもう、そのなんかもう本当救いみたいな、そのあり方もやっぱり際立つように感じたんですね。ということもあって、やっぱりこれ、あ、なるほど、あのすごい、あのちゃんとベロベロバーだけじゃなくて、ちゃんとやっぱり意味の通る新演出になってるし、それがやっぱり圧倒的な演技力とかすごいスキルを持ってしないとやっぱ成立しないという点も含めて、なるほど、これが世界最高峰の実践なんですねっていうことで、ちょっとやっぱ納得させられるものもありました。ということもあって、ね、この NT ライブワーニャっていうのはね、もう必見だとも思いますので、来週5月24日から木のシネマ天神で上演されますので、ぜひご覧くださいというご紹介でございました。これは見に行かなきゃいかんでしょうって感じですね。はい、ここで三好剛平のキャッチアップをお送りしました。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。